どうもこんにちは。ファミコンエミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。えー、今日はですね、これ初回のゲームの実行ということで、ちょこっと前回読んだんですけど、まあ、続きをね、見ていって、実際にこれから何をするのか、CPU を作った後にね、何をするのかっていうのを明らかにしていこうかなと思うんですが、えー、と前回の動画のコメントで間違えてますよというのをまたいただきまして、ありがたいことに。えー、とまずそれを直していこうかなと思います。 はいえー、ここですね。あのブレイクの命令のとこにとりあえず作っとこうつって最後の最後に作ったんですけどこれ2つね。あの後で追加するのはスタックポイントじゃなくてステータスです。はいめっちゃ間違えてました。はい <laughs> ここにねプロセッサーステータスって書いてあるのにねスタックポイント入れちゃうっていう全部 S で始まるのがよくないな。はい <laughs> まあいいや。ということで、えー、とこれが正しいです。えー、っと RTI の方は。 RTI の方はステータスとプラグも簡単に入れてるんで大丈夫ですね。はい。で、まあ、ついでなんで、前回の、えー、とステータスの話ですね、この B フラグって全然意味分かんなかったんですけど、えー、と若干調べてきたんで、なんとなく分かりました。えっ、ー、とね、B フラグっていうのは、やっぱりステータスの一部で、ステータスの定義ってここにこれねフラグとして書いてあるんですけど、これね、で5は未使用であって、このブレークが B フラグなんですねだから4と55は未使用と言いつつ実は使っていてこれねビット4が B フラグって書いてあるんでこれが4ですねでビット5っていうのは常に1としてプッシュされるんでこの1としてプッシュされるビット5とビット4のことをあの 2, 2ビットの何とかとか言ってたということですねあのこの,このライティングネスエミュレーターの方では残りの指示はい 2ビットの B フラグね。うん。それはそのことでした。だから、ここのフラグ、フラグビブレークってやつは、ブ,ラブレーク2っていうのが、ブレイク2っていうのか分かんないけど、まあ、こういうのがあって、まあ、基本的には未使用なんだけど、ぜ全体的には、えー、1に必ずなってるという状態になるらしいです。はい。なんか、この記述を見て、実は、実はですね、 あのステータスの、えー、とアサート分はこんな感じにしていたんですよ。でなんかどっかが1立つっていうのが分かってたんで、まあ、ここに後であとでブレイク2かなブレイク2とこんな感じにしとけば他いろいろ直さなくていいなとか思ってちょっとこういうことにしてたんですけど、まあ、ちょっとこの話は忘れてたんで。 まあ、そ,それもありつつ若干分かってたという話ですねでビット5は必ず1にしてで、えっと、ビット4のところを、えー、なんだっけ PHP とかブレークをする時にはセットするで PLP とか RTI をする、えー、っときはスタックからフラグを読み取るときにビット5と4を無視するみたいなことをやる必要があってちょっと何をやんなきゃいけないのかちょっとよく分かってないので。 えまあそういうものでしたというねあのステータスの一部の2ビットのことを言ってたということだけ今のところ分かっているのでもうちょっと詳しく分かったら、えー、と実装をしようと思いますはい、まあ、これはちょっとね置いといてまあ明日休みなのでねえー、ちょっとね何をやるかっていうのをね先に見ておきたいというのがあるので続きを読んでいこうと思います、はい、でゲームは標準的なゲームループを実行しますと ということでユーザー側の入力を読み取って、えー、ゲームの状態を計算してゲームの状態を画面にレンダリングしてそれを繰り返すというまあ普通のゲームループですね。はい、でこのサイクルをインターセプトしてユーザー入力を入力マッピングスペースに,しに取得し画面の状態をレンダリングする必要がありますと CPU 実行サイクルを変更しましょうということでえー、とこれどういうことだ ラウィズ・コールバックっていうので、ああ、コールバックを作るんだ。おお、はいはいはい、読めるぞ、読めるぞ。作ったから。あ、まさに同じ、テストと同じようなことやってるな。えっと、コールバックを受け取って、コールバックの中で何かをするようにということですね。一個マシンを実行したら、コールバックを、あ、コールバックを読んでから実行するってことかな。そういうことですね。うん。 コールバックを読んだら実行して、コールバックを読んだら実行してっていうことを繰り返すということをやることになるらしいです。で、現在クライアントのコードは全てのオペコード,サイペコード解釈サイクルの前に実行されるコールバックを提供できますということで、えっ、ー、とメインの方ですね、メインのも何も作ってないですけど、ゲームコードを配置して、CPU 入して、えー、とゲームコードをロードしてリセットかけて、 ラウンズコールバックで実行をかけると。そしとここで実行ごとにコールバックが呼び,呼び,呼び出されるんでそこで何かをするということをやればいいということですね。ここで何かをするというのはこの,この3つをやるということだと思います。これはこれはやってるからこれとこれかなうん。をやるということだと思います。はい。で入力出力にはゲームで一般的なクロスパッ プラットフォームライブラリである、S、これシンプルダイレクトメディアレイヤー SDL を使用します。さようなことにライブラリにラストバインディングを提供する便利なクレートがクレートであるラスト SDL2 がありますということでラスト SDL2 を、えー、イ,ンイ,ンインストールする必要がありますね。でこれねラスト SDL2 をインストールするときにあのね a p i を作ってたんでこれは あの、インストールしてあるんですけど、このマシンにはしてないんで、あの、後でやりますけど、えっと、ホームブリューが必要です。で、かつ、ホームブリューで、えっと、SDL2、SDL か、SDL2 ってやつを入れておかないといけないんで、それをやんなきゃいけないはずです。えー、っとね、書いてないか。いや、勝手に入るとかないと思うんだけど、 はい、ちょっとた確かそんな感じになってたはずなんでそれやりますあとでね。はい、でトモリに追加するってありますけど、えー、とカーゴアートでインストールできるんで最新版をインストールしましょう。はい、で SDL 初期化しますということで、えー、SD2 のユーズを書いて SD2 のイニットしてアンラップして、えー、アンラップしてね、はい、SDL コンテキストをもらって えとコンテキストからビデオを撮ってビデオのサブシステムを撮ってサブシステムのウィンドウで大きさを指定するのか 32×32 32の大きさなんだけど1ピックルだとちょっと小さすぎるんで1個を1ピクセルを 10×10 10ピクセルで表現しようということですね。はい、でポジションをセンターにして、えー、とビルドしてアンラップすると。これでこうやってウィンドウを撮れると。 でえー、とウィンドウのイン,イントゥーキャンバスプレーセント V シンクビルドアンラップまあよく分かんないけどキャンバス取って、えー、とキャンバスのセットスケールで 10×10 10ああなるほどそうすると 32×32 32になるってことですねはははははアンラップアプリケーションの下側の層であるためここでの使用は正当化されますエラー値を処理しそれについて何かを 実行できるあのイニットとかあの SL コンテキストビデオとかね全部あのリザルトっていう型を返すんでリザルトっていう型は、えー、とエラーか o k ケーだったっけなエラーかケ、OK、ーっていう型になの,あのユニオン型なんで OK かどうかっていう判断をして、OK 型を取んなき、OK 型の中身を取んなきゃいけないんですけど、それを、あの、そんなもん無視だっつってやるのがこれですね。はい。で、次にレンダリングに使用するテクスチャーを作成しますということで、えっ、ー、と、キャンバス、あ、まあ、作るんだね。えー、テクスチャーを作って、はいはい。まあ、うん、画面を作るってことか、これでね。で、SDL には、 3け三十二で各ピクテクスチャーのサイズが 32×32 32かこれかはいで各ピクセルが3バイトの色で表現されるとあこれねはいことを SN に伝えているのでこのテクスチャーが 32×32×3 のバイト配列で表せることを意味しますということらしいはいで、えー、とキーダウンああはいハンドルユーザーインプットのところで SDA を使ってキーダウンを取ってるんですねで、えー、0XFF のところがこれですねあの最後に押されたボタンのコードが入るっていうふうにしてるんでそこに CPU のメモライトでえ書,き書き込んでるってことですね7 7なんだちょっとここの数字はこれ D が64ってことかいやあ,あそうだね A が61だからこれ文字コードを書き込んでますね多分ねうん a スキーコードを書き込んでるような感じがするはいあの WSAD だったら0123とかでも全然あ二1 2 3一二三4でも全然いい気がするけどアスキーコードになってます、はい、で画面の画面状態のレンダリングは少しトリッキーですということでえっ、ー、と画面の状態を書き込むことを すするんですねねここに色があった、ね、0だったら黒1だったら白で2と9はグレーというな感じで1 4十四まで1四十5まで15ってないけどまあ手にされてるということになってるらしいそれ以外はシアンと。 えー、CPU の画面マップを次のように3バイトに変換することができますせんということでメムリードして取ってきた値ですねこれがこれがここの0200から0600の間のやつで、えー、0200ってやると、まあ、数字256までの数字が取れるからその取れた数字を U16 に変えて U16 に変えないわ、えー、とカラーのインデックスにしてそれをカラーのインデックスに渡すとバイトが、えー、と数字になって返ってくるカラーになって返ってくるかはいはいバイトがカラーになって返ってくるんでそれをそれを RBRGB って関数かけると B1B2B3? あバイトかはいこれ RGB とかだと思うんですけど RGB ねそれか BRG か BR、B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 lue、Green、r か RGB か。はい。どっちかだと思います。はい、まあ、それは置いといて、えっ、ー、と、これに関する注意点は、画面の状態が変更されていない場合に、SDL キャンバスを強制的に変更新したくないということです。はいはいはい。CPU は各命令の後にコールバックを呼び出すことに注意してくださいと。 ほとんどの場合、これらの命令は画面とは関係ありません。一方、キャンバスの更新は重い操作です。画面の状態から入力される一時バッファーを作成することで画面の状態を追跡できます。画面が変更された場合にのみ SD キャンバスを更新します。ということで、えっと、バッファーを作ってそっちに書き込んで、えー、画面の状態が変わったら、えー、と書き、画面に表示するということをするということですね。 そうじゃないと1命令ごとに1秒が走っちゃうんで何回描画済んだよってことになっちゃうとう1秒間にねなっちゃうってことなんでえと適切なタイミングで描画をしようということですねはい何をやってるかはちょっと置いときましょうかえーねうんうんここまで回してメモ取ってカラーにしてカラーをフレームねフレームっていうのを別で作っておくとくってことですねで書き込んでやっておくと いうとするらしいです。でゲームループはこんな感じになりますということでえっ、ー、とまあ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 はい 0xfi にねあのメムライトしてますねあのランダム値を入れてますはいまあそんなことをするとえっ、ー、とああデュレーション入れてんのか七ゼゼロロゼロゼロタイムデュレーションでてこれ入したらこれどういうあれになるんだろうな まあまあ、えっ、ー、と、これは70ミリ秒かな。多分ね。最後のスリープステートメントはゲームがプレイ可能なペースで実行されるように、速度を落とすために追加しましたということで、適当にいじるってことかな。で、これでエミュレーターで実行できる最初のゲームが出来上がるらしいので、こんな感じで出れば完成ということですね。まあ、ほぼほぼ、 ほぼほぼコードの写経になりそうな感じはしますけど、えっ、ー、と、作っていくような感じになるっぽいです。はい。えっ、ー、と、ちょこっとだけやるこの辺だけやっちゃうか。はい。えっ、ー、と、CPU のところですね。えっ、ー、と、ラン n のところ辺にラン n w i t h c a l l b a c k を作んなきゃいけないんで、 ランがこれですね。はい。えー、ここでいいかな。ああ、なるほど。パブの、パブになってんな。まあ、パブにしとくか。はい。えっ、ー、と、ランにして、こっちではセルフの、ラン・ウィズ・コール・バックと。 いうのを読んで、はい、こうしておいてねということですね。はい。で、こっちをランウィズコールバックに変えますということで、えっ、ー、と、ここがこうなって、アンドミットのセルフにミットのコールバックで、コールバックで F をもらって、で、えっ、ー、と、ウェアを書きつつ、 F の定義を書くと FNMUT&MUT の CPU をもらってくるやつですということでこんな感じかなオプスコードとかはここにもうすでに入れてるはずだからこれは無視でよくて、えー、とコールバックを入れるだけですねオプスコードを呼び出してこのコールをすると 前ですねコールをするというのはこのコードの先なんでここねだからここでコールバックを呼んであげればいいということだと思われますはい OKFN、OK はい、ミュートはね定義型ですねラストに定義されてるやつうんなんとなく読めるけどあの APU をね頑張って作ってたんですけど もうなんか一応音が出るようになったから最近は全然いじってないんだけどあのコンパイルが通るまでがむちゃくちゃ大変なんですごい辛いですねラストあの、ま、便利っちゃ便利なんだけどなんで通らないんだっていうのでねすごい悩むっていうのが結構長くあったりして大変でした、はい、だ,だいぶだいぶ慣れてきた感じですけどね、はい えっと、もう、ハローワールドやっと書き換えられますね。これだけ書いて終わりましょうか。ゲームコードがここにあるんで、ベックのびっくりで、えっ、ー、と、ゲームコードをコピーしてくるか。はい、ゲームコードこれですね。よいしょ。と、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 と。はい、と。まあ、なんか、いい感じに整形されるだろう。はい、ゲームコードがありつつ、よいしょ。 メイ,ンメインじゃないよ。はいはいはい、これでこれでレッドミュッド CPU を作る CPU のニューをしてニューして CPU のロードで、えっと、ゲームコードをロードして CPU のリセットをかけつつ CPU のランイズあれ コールバックを、ムーブを入れて CPU を呼び出すと。はい。こムーブって入れると、このラミズコールバックに、このクロージャーの所有権を渡すっていうことになるんですけど、なんかな、なんでここで必要なのかはちょっとよくわからない。 あ、なんで必要なのかっていうか、書かなきゃいけないタイミングがあって、なんでなんだろうなって若干思ってたりする。あ、CPU がない。あれおっと、どうすんだっけえっ、ー、と、ユーズでセルフの CPU の CPU って書けばいいのか。はいはいはい、大丈夫ですね。えっ、ー、と、CPU のニューがプライベートだっつってんな。CPU、これ、パブ入れなきゃダメか。 だいたいパブつけてまんなきゃダメかこれ。えっ、ー、と CPU とロードとリセットも必要と。ロード、ロード、リセット、パブ必要。ロードも必要。ロードも必要。はい。で、ランはもうあるからいいのかな。はい。もうこんなもんですかね。うん。はい。 ということで、えっと、次回から、次回から実際に SDL 入れて、えー、あの、画面の描画のコードを書くようなことをやっていこうと思いますけど、B フラグを先にやるかもしれないですけどね。はい。ということで、まあ、なんか、画面がね、やっと出るようになると思うので、もうすぐで楽しくなってくるんじゃないでしょうか。ということで、今回は以上、次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。では、